皆さん、こんにちは。寿司マンの YouTuber、ソウゾです。9月11日から13日まで福岡県は博多駅前で対馬屋台村が開催されます。対馬市漁協主会の方でも漁師さんが釣り上げた魚を加工したり鮮魚のまま12日のお昼から販売させていただきます。いかがですか、このノドグロ。これは伊皿町漁協佐須支所の谷本さんが釣り上げたノドグロです。これを宗田流で加工すると東京の百貨店では1匹5000円以上しますよ。今回は漁師さん価格、組合価格の販売となっております。皆さん、ぜひ博多駅前まで足をお運びください。よろしくお願いします。